久しぶりのアップロードになります。通訳ガイドのともです。明けましておめでとうございます。今実際に通訳ガイドとして働いている方はこの年末年始忙しいんじゃないでしょうか。私も元旦は、働いていることが多いんですけども、今年はお休みを取りました。何年か前にその元旦の日にガイドをして、ちょっと有名な神社さんに行ったところ、神社の前も車がちょっと、封鎖ですかね、されたりして、人がすごいことになったので、お客さんがもうその神社を参拝するのを諦めるぐらいの事態になってしまってたので、ちょっと今年はもうあえて元旦は休むことにしました。また明日から仕事があります。あとちなみに昨日も働いてました。仕事がありました。それでですね、年を越してそろそろ確定申告の準備をしようとしてたので、年間稼働日数を数えてみたので、今回の映像 YouTube は、ガイドの年間稼働日数についてにしようと思ってます。ですね、私の場合は、夏の間は日本にいず、スイスにいるので、正確に言うと1年間の統計ではなくて9ヶ月間の統計になります。だいたいスイスに2ヶ月半ぐらいいまして、あとまた別、半月ぐらい他の外国に遊びに行ってたので、実際日本でだいたい働こうとしていたのは9ヶ月になるので、その9ヶ月間の統計になります。ですね、数えてみたところ、ガイドとして働いたのは年間で100日になりました。年間9ヶ月で100日です。あと私、墨絵とか水墨画のワークショップもたまにしてるんですけども、こちらは3日間ですね。なかなかワークショップだけで、なんか食べていくのは難しいのか、それとも墨絵とか水墨画がマイナーなのか、なかなか、つなげてませんが、そちらが3日間ですね。とですね、9月台風の影響ですごい訪日観光客がすごく減ってしまったので、9月すごく肩落ちしてしまいまして、9月はインバウンドの仕事はちょっと落ち込んでたので、日本の旅行会社の方の仕事をいただいてました。そうですね、それは普通のツアーでなくて登山ツアーの会社なので、登山会社さんと一緒にお客さんをハイキングツアーに連れていくっていう添乗員の仕事をしてました。私通訳ガイドと添乗員の資格と両方あるので、そちらの方の仕事を、9月は、全部で、登山は8日間してましたね。登山8日間って言って、5日間のハイキングのツアーですね。5日間の黒部の方に行ってまして、ほとんど携帯の電波も入らないエリアで、5日間ハイキングで5日間シャワーが浴びれないっていう結構過酷なハイキングだったんですけど、100名差のうち3つぐらいやりましたね。あとの3日間は八ヶ岳で、こっちは天気も良かったので、八ヶ岳の主峰赤岳から富士山も朝日と一緒に見れてとても良かったです。でも大変でしたね。京都でガイドしてる時に舞妓さんは髪の毛をだいたい1週間ぐらい洗いませんって、お客様に案内しながら案内してるんですけども、私も登山ツアーで5日間シャワー浴びれず、ずっとハイキングお客さんと一緒にしてました。一応雨で毎日しんどかったんですけどね、風も強かったんですけども、逆に皆さん修行のようで、お客様が全員一体感がすごくありまして、アンケートも私の添乗員とあと登山ガイドさんとサブガイドさん3人で、12名ぐらいですかね、お客様日本人のだいたい60代ぐらいのお客様と一緒に山登ったんですけども、アンケートがすべて5つ星のうちの全部5つ星、私だけでなく本当にサブガイドさんもメインのガイドさんもすごい良かったですね。毎晩食事の後山小屋で身内の話とかいろいろしたりして仲良くなって、本当に良かったツアーでした。あ、そうですね。そんな感じで、日本のガイド、お客様もガイドしたりするんですけども、
インバウンドはやっぱりそのアップダウンがありますので、季節によって。年間としては100日でしたね。その年間という流れの中で一番仕事があるのがやっぱり4月。個人的には3月末から、4月いっぱいと、ゴールデンウィークもちょろちょろという感じで忙しくなりますね。その後ちょっと暇になるとは思うんですけども、私は6月の10日頃からもうスイスに行きましたので、今年の夏は忙しかったのかよくわかりませんが、まあそういった形ですね。で、日本に帰国したのが8月末。で、9月に台風の、が来まして、ガタンと訪日観光客落ち込んでたっていう形ですね。で、今度また盛り返してきたのが10月ぐらいから。で、10月の3週目ぐらいまではなかなか忙しかったです。10月の4週目ぐらいから暇になりました。ちょっとなぜかわからないんですけども、11月の4週目、なぜ暇になるのか、いろいろ、まあ友達と話したりしたら、まあこれだけではないと思うんですけど、アメリカ人の女性が、11月の4週目はサンクスギビングがあるから、あんまりその家族で集まるために海外旅行は控えるとこ、人もいる、ということも聞きました。もしかしたらこれは一つの原因かもしれません。アメリカ人以外でも、日本に来る人はいるので、他の言語を案内している人はそんなに影響がなかったかもしれないんですけど、私が一番案内しているので、一番多い国籍の方はアメリカの方が多いので、ガタンとその時期に減った感じですね。で、そのままずっと、11月末から12月の20日ぐらいですかね、ぐらいまでは暇な時期になります。また年末年始の、海外の方がクリスマスホリデーを取るシーズンから、ちょっと忙しくなりますね。で、1月も1週目ぐらいまでは忙しいんですけど、2週目からまた暇になるっていうふうな繰り返しです。で、トータル、私は3ヶ月間ぐらい日本にいなかったので、9ヶ月働いたとして、ガイドが100日なので、だいたい1ヶ月12日間ぐらい働いてる感じなので、1週間で言うと、そうですね、週に3日ぐらい働いてるっていう形ですね。まあ普通のサラリーマンの人から見たら週3日しか働いてないっていうような感じかもしれないですけども、もちろんツアーによっては下見とかも行ってるので、例えば春に、私、基本は京都、奈良、大阪、広島しか仕事は最近はやってないんですけども、4月はちょっと頑張って、高山、白川郷、金沢のツアーをしたので、まあ、下見に行ったりとかもしてますし、金沢のツアーをする何日か前に前入りして、下見。金沢も私のチャンネル登録していただいている方はご存知だと思うんですけども、金沢下見編ってことで、下見にも行ってます。あと、高野山も、ガイドしましたね。それは、個人的に、何回か、ハイキングで行ってたのと、あと、通訳ガイド、全国通訳案内所変わる前に、熊野高野トックガイドっていう、和歌山県の方のトックガイドの研修を受けてたので、高野山も研修は受けてたので、そのままなんとか乗り切りました。結構、高野山は私は、奥が深いので苦手だと思ってるんですけど、案内したのが、クウェートからの、20代の女性たちで、まあ、歴史は全然興味なかったので、ほとんど写真を撮ったりするのが大好きで、ずっとスナップチャット用の写真を撮りまくってたような、子たちだったので、まあ、歴史の案内はそこそこに、ほとんど写真カメラマンとして徹したり、そういう写真映えのところで写真撮ってあげたりっていうふうに、結果的にはなったんですけども、まあ、本当に歴史興味ある方がね、高野山のガイド方に、高野山のガイドの方、すごいちょっともっともっと勉強しないといけないなといつも思ってます。あと他には、ちょっと12月にちょっと仕事が減るので、あと東京の方からのガイドもしたんですね。で、東京は昔2年間ぐらい住んでたので、大体わかるんですけども、それでもやっぱり何年か行ってないっていうのが不安だったので、3日ぐらい前入りして、一通り下見しました。
もちろん浅草寺とかも行ったことあったんですけども、まあ変わってるかもしれないので、また下見に行ったり、他にお台場とか、あとそうですね、いろいろ築地とかも変わってるかもしれないと思って築地見に行ったりとか、銀座見に行ったり、一通り見に行きましたね。で、結局ガイドは家族連れだったので、まあ、そこもあんまり歴史というよりは子供の面倒ですね、男の子3人の面倒とか、あと話題のチームラボに行きたいとかあったので、まあ、チケットをあらかじめオンラインで手配してあげたりとか、そういったお世話の方が多かったんですけども、まあ、そういうふうに無事に1年が終わった感じです。そうですね。他の、私以外の友達は、ガイド専業じゃなくて、一応、兼業でやってる友達もいるので、もっと少ない人もいるかと思うんですけども、フルタイムでやってると、まあ、私はガイドの2年目ぐらいですかね、の駆け出しの人は、これぐらいの稼働日数になるかと思います。2019年からは、ガイドの法律が、変わった影響で、資格ない人もどんどんガイドとして仕事しているので、今後この稼働日数が2019年も、キープできるのかちょっと不安ではあります。それではですね、まあ、関係ないんですけども、スタバの福袋の、抽選券ですかね、購入券が抽選で当たったので、先買いに行ってきたので何が入ってきたか見ようかと思います。一応こんな感じですね。前は素材はなんか IKEA の袋の丈夫版みたいな感じで、横にこんな風にサイズチェックできるのがあります。マチが結構広いですね。なんかこれチャリンコで買いに行ったんですけど、途中でなんか三金神社っていうのがあって、まあ、すごいそこに人が並んでましたね。なんか三金、なんかお金が、の運がつくとか、なんか宝くじが当たるとかいうので、すごい列が出てきます。100メートル以上並んでた皆さん。まず、コーヒー入ってました。ハウス。レギュラーコーヒーの粉ですね。まあドリップ用ですね。で、他にはこれもレギュラーコーヒー、ドリップコーヒー、もうこれ引いてある部分ですね。他にはなんか粉、インスタントタイプの、これね、前飲んだことあるんです。結構苦い、あんまり好みじゃない。あとはなんか水筒、なんかインターネットで去年のが買った人を見たんです。去年は保温っぽい水筒が入ってたので羨ましかったんです。これなんか保温じゃないですね。プラスチックです。ちょっと残念。なんかこの辺から開けれるようになってます。なんか特別な意味があるんですかね。サニーボトル。なぜ真ん中で開くようになってるのか分かりません。まあでも洗いやすいかなと思います。で、他にはなんかお弁当箱みたいな、ちょっとお弁当箱ガイドの仕事ではほとんど使わないけど入ってました。プラスチックばっかりですね。あとなんかこのジッパーバッグ。これも、まあ、使ったことないんですけども、もしかしたら旅行行くときとかに使えるかもしれないですね。コーヒーチケットかな。スターバックス、ビバレッジカード。ビバレッジなんか株みたいですけど、ビバレッジ。ドリンクチケットが何枚か入ってます。あ、4枚。4枚入ってるみたいですね。このポストカードの。あとはなんかこう、
ブランケットか。こんな感じです。でっかいブランケット。なんか個人的には、ちょっと当たらなかった人には申し訳ないけど、個人的にあんまり使わないものばっかり。まあ、コーヒー豆は飲むからです、ね、いいんですけど。マックもなんかね、買い物には、買い物を行くときには使えるかもしれないですね。軽いし。うん。こんな感じでしたね。まあ、福袋は、当たり外れありますけど、まあ、今年、他に特に買う予定がなかったので、よかったです。バッグの福袋、2019年開封でした。あ、ちなみに価格は6000円です。結構いい値段します。うん。まあ、そんな感じで、良いお年を迎えください。